はい、こんにちは、パソケンです。今回、この動画では、Windows 10で Skype を使用していて、過去にダウンロードしたファイルやチャットの履歴を確認する手順についてご紹介していきます。ファイルやチャット履歴を確認するためには、Skype の専用の公式のページから、そのチャットの履歴をですね、エクスポートする必要がありますので、そのために、まずブラウザをですね、立ち上げていただいて、その専用ページに アクセスしますでその際、Skype のアカウントでログインすることになりますので Skype アカウントのメールアドレスがわからないという場合は Skype のアプリのこのアイコンの部分ですね左上にあるアイコンの部分一度クリックしていただくとこちらにですねこの対象のアカウントのメールアドレスが表示されますのでこちらをですねメモしておきましょうでこちらを後で使います。えー、確認が終わったらスカイプの チャット履歴をエクスポートするページの方にアクセスしていきます。そのページですが、動画の概要欄に貼っておきますので、そちらからページの方に飛んでください。で、ページの方に飛んでいただくと、このような画面が表示されます。スカイプファイルとチャット履歴をエクスポートする方法というところですね。このページが表示されましたら、まずはじめに、このリンクを使用してスカイプアカウントにサイン,インしますというところの、このスカイプアカウントですね。こちらの このの文字の部分をククリックしますそうするとスカイプにサインインという画面になりますのでここで先ほどメモしたスカイプのアドレスとパスワードを入力していってサインインの方を行っていきます。でアドレスパスワードの入力が終わったら最後に右下のサインインをクリックします。 そしてサインが完了したら続いてファイルとチャット履歴のエクスポートという画面になりますのでここで会話ファイルとそれぞれチェックボックスがありますのでこちら両方ともにチェックを入れていただいてそして要求を送信のボタンをクリックしますそうするとエクスポートの準備中と出ますのでここで続行のボタンをクリックしますでこれで エクスポートの申請ができましたで今は申請を行いましたので要求日時ですねその行った日付が表示されてその右側に保留中と表示されますでこれはですね今エクスポートの処理をサーバー側の方で行っていますので少し時間がかかりますでこの時間がどれぐらいかかるかということに関しては過去の履歴やファイルの量に よって異なってくるんですがだいたい10分ぐらいあれば、えー、いけるものではないかなと思いますでこちらおよそですね10分経ったらもう一度ですねこのページを更新しますですのでこの更新のボタンかもしくは F5 キーをですね押していただいてページの更新をしていきますで、更新を行うと先ほどまで保留中と書かれていたものからダウンロードというふうに表記が変わりました これで履歴のダウンロードを行うことができますのので、このダウンロードボタンをククリックします、えー、ここでダウンロードするときに気づくと思うんですがダウンロードしたファイルの形式がですね TAR というものになっていますでこのファイルはですね Windows 10で回答できない形式となっていますので、えー、別のフリーソフトを使って回答する必要があります でもしすでにこの tar のですねこのファイル形式を回答できるような回答ソフトですねが持っていれば、えー、そちらを使っていただいて回答の方を行ってくださいでもし持っていない場合はですね過去にも私の動画の方で、えー、使っていたんですが 7zip というですね、えー、ツールを使ってこの tar のファイルをですね回答していきますでまた、えー、その 7zip のインストールについてもですねこの動画の中でまた改めてやっていきます こちらがですね、セブンジップのホームページになるんですが、このページもですね、動画の概要欄の方に貼っておきますので、そちらからページの方を飛んでください。そして、このページに飛びましたら、まず、ここで Windows の 32bit なのか 64bit なのか、それぞれバラバラにダウンロードのリンクがありますので、使っている方のダウンロードボタンの方を押してください。で今回、このパソコンにおいて 64bit 版使っていますので、下の この64ビット版の方をですね、ダウンロードしていきます。こちらのページが表示されると自動的にダウンロードまで開始されるんですが、もしこのページに切り替わった後に自動でダウンロードされない場合ですね、その場合はここにも書かれているように、この 7z1900-x64.exe こちらの文字をクリックすることで、えー、手動でダウンロードを開始させることができます。 でダウンロードの方が終わりましたらそのダウンロードファイルをクリックして起動していきますでその際ユーザーアカウント制御が出た場合はここで「はい」をクリックします次に 7zip のセットアップ画面になるんですが基本的に初期設定のままで問題ありませんのでこのまま「インストール」のボタンをクリックしますインストールが完了したら「インストールド」と表示されますので「クローズのボタンをクリックします これで 7zip のインストールが完了となります。7zip のインストールが完了した後は、もう一度先ほどダウンロードしたこの .tar のファイルを右クリックを押していただいて、そしてメニューから 7zip というものがあるので、こちらにカーソルを合わせます。そうするとさらに右側にメニューが表示されますので、ここで 展開ですね。ここに展開と展開と2つあるんですが、展開の方ですね。こちらをクリックします。次にこの展開という画面が表示されるんですが、特に設定する必要がありませんので、このまま OK ボタンをクリックします。そうすると100%展開と表示されますので、ここで右下の閉じるをクリックします。で、これで展開されたファイルが同じフォルダー内に作成されました。 で、こちらのフォルダをダブルクリックするとメディアフォルダというものとメッセージズ .json というファイルが表示されていますでこのようにファイルが2つ表示されているんですがこの状態ですとメッセージを読み込むことができませんので専用のページでこのファイルを読み込ませてメッセージを確認していきますで、その方法ですけれども回答したファイルは一度この右上の×ボタンで閉じていただいてもう一度ブラウザの方をですね 切り替えていただいたら、続いては、先ほど使用したファイルとチャット履歴のエクスポートのこちらの画面にもう一度戻っていただいて、そしてこの画面の下の方にスクロールしていくと、この要求を送信の下に、FAQ のページを確認してファイル抽出と読み取りに関するヘルプを参照してくださいというところあるんですが、この FAQ のページというところがリンクになっていますので、こちらをクリックします。 そうするとまたこのスカイプファイルとチャット履歴をエクスポートする方法のページになりますのでこちらの画面で下の方にスクロールしていくとスカイプからダウンロードしたファイルとチャット履歴を開く方法というところがあるので文字をですねクリックしますここで手順が表示されているんですがこの中の6番に「ビュアーーをダウンロードしたら」というものがあるんですがこの「ビュアー」ーの文字をですねクリックします そうすると、このビューアーのファイルがダウンロードされますので、このダウンロードしたフォルダをまず回答します。で、この今ダウンロードしたファイルですね、このスカイプパーサーというものですが、でこのスカイプパーサーを右クリックを押して展開していきます。ZIP フォルダーの展開のウィザードが出ますので、右下の展開をクリックします。はい、これで ZIP ファイルの回答ができましたので、この 回答したフォルダを開いていただくとこのようにインデックスそれからスカイプという2つのファイルが入っていますこの2つのファイルの中のインデックスの方をダブルクリックしますそうするとここで使用しているブラウザで新しいページが表示されるかもしくはこのファイルを開く方法を選んでくださいと出ますのでここでいつも使っているブラウザをですね選択してあげますそして選択した状態で OK ボタンをクリックします。そうすることで、ブラウザで新しくページがこのように表示されますので、ここで、ファイルを選択というボタンを一度クリックします。そして、この開くという画面で、先ほど回答した .tar のファイルですね、こちらになるんですが、こちらをダブルクリックして展開し、さらにその中にある messages.json というファイルですね、 こちらを選択した状態で右下の「開く」のボタンをクリックしますそうするとこの今選択したファイルが右側に表示されるようになりましたでこの状態でクリック・ザ・ロードのこのロードボタンですねこちらをクリックしますこれで過去に行ったチャットの履歴がそれぞれグループや会議ごとに分かれていますので対象の確認したいグループ名それから会議の名前をですねこの文字をクリックすると その過去の文字の中身を確認することができます。で、このようにずらっとですね、文字コード、コードのようなものが表示されているものに関しては、これは基本的には画像のリンクであったり、そういったものになります。この中でチャットというものは、ここに書かれているように、ライブ ID、これはアカウントの ID ですね、が表示されていて、その下に、例えばこのアプリの通知設定という発言をしているということになります。なので、このように え、この発言したところはそれぞれ一行ずつ確認していくような形になります。また、こちらではチャットの履歴を確認することができるんですけれども、こちらで貼られた画像やそのファイルですね。そういったものは、もともと回答してあったこの tar のフォルダですね。こちらの中にある、このメディアというフォルダをダブルクリックしてさらに展開します。そうすると、この中に、 JPEG ファイルがありますので、こちらですね、この画像ファイルをダブルクリックすることで、過去にダウンロードしたファイルを再確認することができるようになります。こんな感じですね。なので、こちらでこのメディアのフォルダの中で画像ファイルを確認、それからブラウザで先ほどロードしたもので、こちらでチャットの履歴をこのように一行ずつ確認していくことができるようになります。